はい、こんにちは、ジャマです。今回は三国志新戦名称ガチャね、無料分と、半額分引いていこうと思います。でね、今回からついでに田んぼがあるときはね、田んぼも一緒に、回しちゃおうかなと思います。あっちからもね、なんか武将出るみたいなんでね、行きましょう。行け。さあ、どうだ。はい、半額分ダメですね。じゃあ田んぼも見ましょうか。16回。なるほど、アイテムだね。お、なんだこれ。もしお待ちください。前にここで買った布がまだ家にある。今日はいらないぞ。そうではないのです。ご覧ください。店主は取り出した布地を撫でた。こちらは今日届いたばかりの品です。なかなかお目にかかれない品なので、いつか差し上げようと思っておりました。まさか今日お会いできるなんて。この布は確かに良さそうだ。買おう。いくらなのか教えてくれ。これは献上しようと持ちしたものです。お代を頂戴するつもりはございません。ささやかながらお役に立ちたいのです。それはありがたい、受け取ろう。ほー、へー、これは材料になるのか。ああいうなんかイベント的なのも来るんだね。素材、物証、星さん。はい、星さん。おっと、また来た。週に一度の位置を訪れるため、龍禅は、街を歩きながら城内の繁栄を堪能していた。突然嬉しそうな声が龍禅の耳に届いた。なんか赤くて怖いんだけど。頼まれていたものを入手しました。それはいい、見せてくれ。お、宝物。三海峡、あまたの神や妖怪、厳重について記された、記書。武力と知力が上がりますね。ほえー、宝物なんてのもあると。星さん武将。星さん武将。星さんは結構出るね。お、もう一回か。ある名士が城内に来てきたと聞き、挨拶に行くことにした。こちらは、名前が読めん。この人、あ、この人使ってるな。星四武将が手に入るって感じか。ちょっと読み上げるのやめちゃったけど、まあ、この人が仲間になるってことでしょう。あ、そうだね。はい、星さん。星4以上の武将だと、ああいうイベントが入るのかな。まあ、大体星さんなんだね。そして素材。はい、こんな感じみたいですね。まあ、星4武将と、あとなんか、鍛造の材料みたいなやつかな。が手に入ったのは良かったかな。あれは何だったんだろう。これか。特級防具の材料のうちの一つみたいですが、他の材料もね、まだまだ揃ってないので、これはちょっと後ですね。上級もまだできないよと。あ、もうちょっとで防具の上級やれそう。って感じですね。はい。ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。ほい。よいしょ。